どうもラオチンです。さあ今日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日は新しいモッドを入れました。それがトワイライトフォレストですね。結構定番のモッドらしいんだけども、これをサバイバルでクリアしていきたいと思います。サバイバル経験が浅い俺はなかなか難しいと思うんだけども、まあ、とりあえず木から切っていきましょうか。あ、そうか、最初はまずは夜が来る前に拠点を作っとかないと大変なことになるんだよね。まずは拠点作りだな。最初から武器とかをいっぱい作ろうかと思ったんだけども、じゃないね。まずは生活の拠点、拠点が一番大事だわ。それから作っていこう。とりあえず木の装備が完成。あとは木をたくさん切っていって拠点を作ろう。やばい、なんかちょっと暗くなってきたぞ。家がまだ完成してない。家をちょっと取り急ぎ、完成させろ。とりあえずね、魔物から身を守れればいいや。オッケーオッケーオッケー。あと扉、あと扉。よし、完成。よかったよかった。とりあえず夜になる前に一応家らしきものは完成した。あー、そうか、松明がないと、そうか、敵が湧く可能性があるんだね。そうかそうかそうか、ちょっとそれ考えてなかったな。やばい、ちょっと足りないね。あー、土とかでなんとか上を囲むか。一応完成したね。完成したけども、まだ全然不安だわ。装備も何もないし、とりあえず松明の原料を探そうか。ベッドもなかったんで、そのまんま夜を過ごしました。周りに敵がいっぱいいたな。必要なものが大体分かってきたかな。ベッドと、あと松明、うん、そういうのが結構必要だね。ということで、手っ取り早く村探そうか。村を探した方が早いような気がする。うん、村である程度のね資源を調達しましょう。ということでちょっと歩きまくろうか。先に行くと多分何かしらあると思うんで、うん、洞窟を掘ったりするよりもまずはそっちの方が早くない？村をちょっと探す。あった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 。もういきなりあったよ、目の前に。あそこに行こう。よかった。ゾンビ村じゃないね。ちゃんと人がいるところです。ということは、アイテムなんかも結構あるんじゃない？食べ物もね、リンゴ1個しかないんで、ちょっと不安だったんだよね。なんか食べ物もいっぱいもらっていこう。ちょうど村の中に洞窟があるんで、ここでちょっと資源を調達しましょうか。おお、鉄とかあるじゃん。ここである程度のものはゲットしてみましょう。ギャー！ああ、ゾンビ来た。やばい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 。ツルハシ、ちょっと待って。ケン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 、クリーパーも来た。やばい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 。ギャー！とりあえず石とか鉄とかそういうのはある程度取ってきたね。これでまたいくつか作っていくことができるんじゃない。次かまどだね、確か。あったあったあった。かまどを作って、でそこで鉄を生成していくのか。とその前に、あ、そうかそうか、棒とかもまだ必要か。ならば、次は木をもうちょっと切らなきゃいけない。木を切って、棒を手に入れて松明か。松明を手に入れるともう少し深いところまで、
行くことができて、ダイヤモンドとかそこら辺を集めれるんだね。はいはい。まあ、とりあえず、ちょっと鉄とかを生成を始めましょうか。とりあえず、かまどの完成です。これでいいね。で、ここに、鉄を入れていって、生成するんだね。そしたら、鉄の装備が完成と。あ、そうか。そうか、そうか、そうか、そうか。燃料がいるんだね、これ。燃料を入れて、そうだわ。鉄は半分ぐらいにしとこうか。うん。鉄と、あと、パンも焼かなきゃいけないか。パンも焼いてあげないと、ちょっと食べ物が、ないので、それもしていかなきゃいけないと。パンね。あれ違う？パンは違うのか。卵？お、違うな。まあまあいいか。とりあえず鉄はこれで、いくつかできそうなのでいいでしょう。あれ、パンは？作業台？あ、作業台だ。そうかそうか、焼かなくていいんだ。ならば、パンをある程度、持っときましょうか。25、これぐらいあればいいんじゃない？うん、これぐらいあれば、一通りはいけるでしょう。うん、あとは、鉄装備だね。鉄装備を、ゲットして、OK、とりあえず、鉄装備が完成しました。あ、でもあれか、防具がないから、ダメだわ。そうか、そうか。防具は絶対いるね。じゃあ、ちょっとこの、ある程度、手前の方で、もう少し鉄を取って、防具まで完成させようか。うん、防具まで完成させれば、あとは、下に潜っていくだけだからね。防具はいるわ。よし、とりあえず、全部、鉄装備、完成しました。武器もね、あるね。で、ツルハシがね、多分もうちょっと足りないんだよな。二つぐらいじゃちょっと下までいけないと思うので、そうだね。ちょっと石のやつとかも持っていって、下で現地調達してやっていきたいと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。